延岡駅前バスセンター外見の岡バスセンターまたは延岡駅前バスセンターは宮崎交通がかつて宮崎県延岡市幸町3丁目の延岡駅前に設置していたバスターミナルである宮崎交通が延岡を含む地域で運行する路線バスのうち郊外線と呼ばれる郊外中距離路線の延岡お側バスターミナルとして また同社と共同運行各社による、延岡発着の長距離高速バス路線のバスターミナルとして使用される。バスターミナルの建物は、宮崎交通延岡自動車営業所と同一であり、以前は施設としてもバス停故障としても、延岡営業所と称していた。宮崎県の主要都市延岡にある独立施設としては、唯一のバスターミナルである。 延岡駅前の道路の北側に存在し、営業所として2階建ての独自の建物を有し、外周部にバス乗り場がある。延岡営業所をバスターミナルを意味するバスセンターと称しているのである。観光地、高千穂や日報海岸国定公園の宮の裏、日向市方面などへの郊外路線と高速バス、特急バスが発着する交通の拠点であり、待合室や、 乗車券の券売機、窓口、コインロッカーなど旅客向け設備が充実しており、専用施設、案内、発見機能を有することから、バスの駅といえる。日中公害線バス入場の際は、自、噴発行きの改札を行いますと係員による、肉声アナウンスが流れる。実際には改札は高速バスを除いて実施されない。建物内に、待合室、 宮崎交通カウンター、自動券売機がある。バス発車時刻表、バス運賃表が、室内に掲示されている。カウンターで紙の時刻表がもらえる。なお、旅行事業の延岡支店を兼ねていたが、同支店は2007年3月30日、付近の複合商業施設、ここ列田延岡に移転し、同施設の開店日と同じ3月31日に、営業を開始した。 建物の外周部の駅側が、校舎上、市街地側が乗り場である。乗り場は、同じレーンに2番乗り場まである。戦後、この地方は、鉄道と比べバスが発達し、その後も県内ほぼ独占事業者となった都のバス路線は、鉄道と準競合する状態が長く続いた。特に、高千歩などは、高千歩線開業後も高千歩町の町の中心に乗り入れ、 便数も多く運行し、その体系地区、門川町、日向市や北川町など、鉄道のある町へも、比較的距離の長い一般路線を伸ばしている。延岡、市内線は発着せず、山間部が、ほとんどの県北各地や県内各地をつなぐ、郊外線に加え、県外方面の高速、特急バスが発着する。JR 日本本線延岡駅前であり、鉄道、 バスの乗り換えも容易な上、市内線バス停、延岡駅も1999年に駅前広場内に設置されたため、郊外線、市内線の乗り換えもより分かりやすくなった。もっとも、郊外線の中には、市中心街内の各バス停を通る路線があり、乗客の延岡利用において必ずしもこのバスセンターが使われるというわけではない。また、市内線は発着しないが、 市内線と重複する市内から郊外線に乗ってきた場合、このバスセンターに止まるため、事実の上では市内から延岡駅に行く際にも使われる。1990年代までは宮崎空港への快速便、宮古シティ、塚原への急行便も運行していたが、現在 JR 日本本線の宮崎方面沿線都市の中では、日向市までの運行となっており、 それは近年まで合計本数が JR 列車より多かった。他、ショートしながら最終便が遅いのも特徴である。04前終着の郊外線は駅前バスセンターに入らず、延岡駅前バス停を通る。延岡駅と名の付くバス停は3つある。ありがとうございます。